はい、テイルズ・オブ・ジャービス実況プレイパート104やっていきましょう。この、ね、アルビオリに乗った状態でチーグルの森に突っ込んだら、アルビオリどっか行っちゃったと、もうどうしようかなってなっちゃったんですけどね。多分バグの一種か何かなのかなとも思うんですけど、思うか、まあ、なんかね、自分で普通に見つけられなかったのどうしようかなんじゃないかなと思うんですけれども、開通路の軍港まで徒歩で行ってそこから無理やり出港するっていうね、荒技を使いました。でこれから向かうのがユリアシティですね。そこでスコア会議を始めていくという、流れになっています。ワープした方が早いか。ファーストトラベル、あなた大丈夫ですの？さあこちらへ来なさい。ティア、どうかしたのか？今の人は？レプリカだよ。どうもシェリダンから逃げてきたようだね。どうして逃げてきたんだ？このところ多いんだ。亡くなったはずの人間が記憶のない状態でひょっこり現れたり、葬式に亡くなったはずの本人が現れたり。レプリカが大量に作られたからですね。彼らは生きる術を知らないからね。魔物に襲われたり、店のものを勝手に取って憲兵に突き出されたり、ひどい虐待を受けるレプリカも多い。そんな、あんまりですわ。フォミクリーで生物レプリカが作られたこともだんだん知られてきたからね。中には自分の大切な人が死んだのはレプリカが生まれたせいだって非難する人もいる。本当にそういうケースもあるが、大概は濡れ衣だからな。でも生まれたばかりのレプリカには何も言えない。そういうことだ。結局こちらで保護してやっているんだよ。もっとも魔物に襲われない土地なんてのはたかが知れていてね。彼らには行き場がないんだ。まあそうだよな。食料だって無尽蔵ではないし、こちらも困っているんだよ。そうなってくるとね、それこそバンが作ろうとしているというか、まあ、作ってしまったエルドラントのようなね、レプリカで作られた大地みたいなものっていうのは、それこそね、このレプリカたちにとっては唯一の居場所になっていくのかもしれないけども。何って、人間だよ、そうでしょ？だけど、人間の形をしているだけで、人間として扱われるようには見えない。俺たちはルークを知っている。イオンも知っているし、シンクも知っている。レプリカが人間と何も変わらないことも理解してる。だが、大多数の人々にとって、フォミクリーは無機物の複製品を作る技術です。レプリカはただの複製品や代用品だと考えるでしょう。受け入れてくれる人が皆無とまでは言いませんがね。だったら俺たちはどこへ行けばいい？どこで暮らせばいい？何もできない子供と同じ俺たちが。ルーク、俺たちを作ったのはジェイドだろ。あんたは何でも知ってるじゃないか。ルーク、旦那に当たっても仕方ないだろう。
いえ、事実です。情けないですね。私には答えが見つからない。何のためについている頭なのやら。うん、それで言うとやっぱジェイドも大変だよ。この業をさ、ずっと背負って生きていかなければならないわけだしさ、オミクリー技術なんていうものを世に生み出してしまったっていう。まあジェイドならね、ジェイドなりのそのけじめのつけ方っていうか、あの心の中の整理の仕方みたいなのがもしかしたらあるのかもしれないけど、なんかいるな。結構見てないです。旅イベントとかちょこちょこあるからな。あ。うん。それに皆さん、大変なことになりましたな。なりましたな。おじい様、今日はおじい様にご相談があってまいりました。話は分かった。イオン様亡き今、私がこの会議に参加するのが一番だろう。うん。それなら。うん。私もダートへ行こうと思う。はい。よかった。お父様に知らせなければ。ずいぶん時間が経ってしまったけれど、ようやく会議を開けますわって。よし。お、パッと助かる。おかしいな。以前より人が増えたような。ねえ、あれってレプリカじゃないの？どうなっているの？どうしてレプリカたちがこんなところに？陛下のところに行く前に町の様子を見た方がいいな。なんだろうね、帰巣本能みたいなのが働いてんのがね。近道使えなかった。なんだ、お前は一体誰だ。来るんじゃない。もっと。何をしてるんだ、やめろ。 あんた、そいつは化け物だ。触るんじゃない。は？化け物って？本当なんだ。そいつは2週間前スコアを読んでもらった帰りに死んだ俺の親友だ。いや、あいつは死んだんだから、そいつは偽物だ。レプリカか。落ち着きなさい。この方は化け物などではありませんわ。とにかくそいつは変なんだよ。レム、
レムの塔。なあ、レプリカたちが言っているレムの塔ってのは何なんだ？クリフォトに昔からある塔よ。ああ、創世歴時代に外郭第一計画が失敗した場合を想定して別の星へ行くための塔だったと聞いているけど。他の星？そんなことできるのか？当時としてもかなり無謀な計画だったと聞いているわ。創世歴時代でもヤバかったなら、空もろくに飛べない現代じゃ夢のまた夢だな。うん。じゃあ、やっとね、アルビオールみたいな飛行機が出てきた。これだもんね。外郭第一に行こうとしてるのかな。そうだとしても、レプリカ全員がレムの塔を知っているのはおかしいですわ。そうですね。ただ製造と同時にレムの塔の記憶を刷り込まれていたのだとすれば、ま、ありえないこともないですが。うん。結論が出ないならこの話はここまでにして、陛下のところへ行こうぜ。そうですわね。よし。次々イベント発生するな。神聖ローレライ教団に救いを求めろ。なんだ。スコアを遵守しろ。このまま正気にまみれて死ぬのはごめんだ。ケサドニアに住んでた親父は今度の正気のせいで死んじまったんだぞ。クリフォトなんてごめんだよ。外郭大地戻しとくれよ。お待ちなさい、落ち着きなさい、みんな落ち着いて。うるしい。あちゃー、ナタリア、静かになさい。私はナタリア。今ナタリアが名乗り出るのはまずいんじゃないか。ナタリアルツキムラスカランバルディアです。私の愛するキムラスカの民よ、どうか落ち着いて私の話を聞いてください。ナタリア様、正気が、このままじゃ正気にみんなやられちまいます。もちろんです。私たちも今懸命に正気をなくす方法を探しています。前みたいに大地を上に上げればいいじゃないですか。それは無理なのです。神聖ローレライ教団が言う外郭大地は今あるこの大地を削り取って生み出されているもの。エルドラントが現れたことで中央大海周辺の島は消失してしまったのです。わかりますか？あなたたちも消されてしまうのですよ。そんなバカな。もうみんなだってわかってるだろ。今さらスコアに頼ってどうするんだ。ユリアは外郭がクリフォトに落ちるなんてスコアは読まなかった。それはスコアを守らなかったからだろう。スコアって守るもんなのか。守らなければ外れるようなものがスコアなんておかしいじゃないか。スコアは決定された未来じゃない、未来の可能性の一つ。お願いです、うん、もう少し私たちに時間をください。もしも、そう、もしも何の解決方法も見出せなかった時は神聖ローレライ教団に助けを求めましょう。ナタリア様、信じていますよ。正気さえ消えれば俺たちだって王様たちの政治に口を挟んだりしないんだ。正気でもう何人も倒れてるんです。その上レプリカってんですか。得体の知れない人間もどきがうようよして俺たちの住処を荒らしやがる。
私たちはただ普通に暮らしたいだけなんですよ。人間もどきか。今の言葉刺さるな。ルーク、彼らは気が立っているだけよ。落ち着いて事態が分かればいいんだ。いいんだ。うん。ある程度は仕方ないことだとは言うね。きついよな。不安とか恐怖とかね、どこに向けたらいいか分かんない感情ってさ、とにかくそれっぽいところに当てたくなっちゃうもんな。やはりスコアは人心を支配しておりますのね。こればかりは一朝一夕には変わりませんわ。しかも世界は正気まみれで人間もどきもいるしな。ルー君、そんな風に言うのはやめなさい。いや、多分普通に暮らす人たちにとってみれば人間もどきなんだろうと思う。俺たちには父親も母親もいないんだから。ルークには悪いけど、端的に言っちゃうと普通の人たちにとってはスコアのない世界でただでさえ不安なのに、得体の知れないものが大量発生してるってことだよね。不安は伝染します。このままでは世界規模の暴動も起きかねない。この後陛下たちがどれだけの指導力を発揮できるのかだな。どっちかというとあれか、王様の部屋の方がいいのか。はもう国の上層がどういう判断をね決定していくかっていう。いるか？あ、いねえ。あれ？一軒一軒か、一軒の間か。こっち来る人なかった。ナタリア、オースは一体どうしてしまったのだ。私たちもそれを調べております。とにかくこちらとしては迂闊に逆らうわけにはいかぬ。無論モースに従うつもりはないが、市民たちのスコアへの信頼は高い。王室が跳ねつけたところで暴動が起きる可能性もある。くそ！焦るな。レプリカの件に関しても陛下は頭を悩ませておいでです。難民として処理するにも数が多すぎ、町の治安が乱れております。中には葬式の途中にレプリカが現れて大混乱の挙句死傷者が出たという話もある。食料も無尽蔵ではないしな。レプリカには頭が痛い。おう、ルーク、お前のことではないのだ。気に病むな。陛下、私は早速マルクト大使に面会し、あちらとの連携を図ろうと思います。うん、任せたぞ。
ところでお父様、スコアに関しての話し合いがようやくできそうですわ。そうか、ナタリア、無事橋渡ししてくれたのだな。ご苦労だった。しかしちょうどよかった。賛成力でスコアについて明快な取り決めをするのは当然だが、わしは神聖ローレライ教団への進軍も提案するつもりだ。おお。確かにこのままじゃこの地上はレプリカ大地のせいで消されちゃうもんね。しかしエルドラントを攻撃するとなるとプラネットストームが邪魔をします。そう、それも頭の痛い問題だ。レプリカ問題についても考えなければいかんしな。レプリカの問題はそんなに深刻なのですか？今は一時期よりマシだ。どうやらレムの塔なる場所へ向かっているらしく、町からだいぶ姿を消してくれた。しかしそれまでは住民との圧力や財政への圧迫で大変な騒ぎだった。何しろ一つの国が作れるほどの数だからな。うん。レプリカを捕らえていろいろよからぬことに使おうとしている奴らもおってな。なるほどね。やっぱりレプリカには行き場がないのかな。それは今何の法整備もできていないからですわ。感情的な問題もありますぞ。レプリカは限りなく本物に近い偽物なのですから。とにかくまずは会議だ。我が国としての統一見解をまとめるため側近たちを招集する。話がまとまるまでお前たちはファブレ公爵の屋敷で待ちなさい。お父様、私も参加させてください。よかろう。ナタリア、頼むぜ。うん。それと陛下、例の件でご報告があるのですが。例の件ね。後ほど私の部屋へ来るように。わかりました。それにしてもあの二人って全然似てないね。あの二人って？ナタリアとラルゴ。ナタリアは華奢だし美人だし。母親になんだろう。ラルゴニのナタリアってのも怖いぞ。確実にあなたより背が高いでしょうね。俺はまだ成長期なんだよ。みんなどうしたんだ？いや、ラルゴに似てしまった場合のナタリアを想像しちゃった。かなり野生的でしょうね。まあな。猛烈なゴリラ女爆誕だぜ。言い方良くないけど。牢屋に来ちゃった。それではやはりあのラルゴという男がナタリアの実の父親なのだな。はい、間違いありません。どうしたらいいのだ。もしも神聖ローレライ教団と全面衝突ということになれば、あの子は実の父親と戦わねばならぬ。まだナタリアはこのことを知りません。
このまま知らせないという方法もあります。本当のことを知るだけが幸せとは限らないもんね。そなたはどうだ、ルーク。どう思う？俺は自分がレプリカだって知った時、そんなこと知りたくなかったって悲しかった。だけど薄々自分が自分でないことにも気づいていたから、何も知らされないままだと自暴自棄になってたかもしれない。俺とは状況が違いすぎるけれど、俺は知っていた方がいいんじゃないかって思います。そうだな、確かに知らないという幸せがあることも事実だ。でも俺たちが知っていて、当事者のナタリアが何も知らないって状態は歪んでると思うね。後で真実を知った時が辛いものね。そうだな、考えさせてくれ。はい、陛下。私もこの時間を利用してマルクとの総意をまとめるよう皇帝陛下に進言してきます。はい。あ、アルビオールはお借りしますよ。動けなくなっちゃうもんな。さて、まあいいけど。どうするルーク、このまま屋敷に戻るか。うん。ルーク、どうしたの？ああ、ルーク変だよ。なんか考え込んじゃって。いて。お、ルーク。ローレライか、それともレプリカ。今どこに？アッシュ、今は。いやいや、見えた、バチカルか。お前ばっかり俺に声を送って、俺の目で物を見やがって。俺もバチカルの近くに。お前に会いに行ったら街を出る。俺は屋敷にいるから、会いたいなら勝手に来い。ダメだ、港がどこかに。俺は自分の家に帰りたいんだ。好きにしろ。アッシュ、なんだって？俺たちに会いに来るらしい。屋敷で待ち合わせした。屋敷に？いいのか？うん、その方がいいんだ。うん。アッシュのやつ、何なんだろうな。ローレライの宝珠に関する報告じゃないか？ってことは見つからなかったのかな。なんで？見つかったならその便利連絡網で、見つかったぞ、便利連絡網とか言ってきそう。便利連絡網って。でも確かにアニスの言う通りだわ。で、見つからないんでお前をどやしつけに来たか。ちょうどいいよ、俺あいつにやってほしいことがあったから。やってほしいこと？ま、後でわかるよ。うん。そしたら、お前がここに足を踏み入れるとはな。二度とここに戻ることはないと思っていた。アッシュ、ローレライはどうだった？ローレライとはつながらなかった。やはりバンの中に取り込まれ、更新不能にされているんだろう。それじゃあ、ローレライの宝珠がどこにあるかは。わからない。だが、
ローレライは近くからセフィロトを通じて鍵を流した。お前が受け取っていないんならセフィロトのどこかにたどり着いてるはずなんだ。だけどセフィロトはアッシュが探したんでしょ？もしかして探し損ねてるとか。俺はそんな間抜けじゃない。こいつじゃあるまいし。どういう意味だ？剣と宝珠は反応し合うそうだわ。見つけられないはずはないと思うけど。宝珠が見つからなけりゃ先生たちの思うツボなんだよな。八方塞がりか。正気のせいで町の奴らも神聖ローレライ教団寄りだしな。正気か。聖なるホムラの光は汚れ式の浄化を求めキムラスカの恩気館都市へ向かう。そこでトガとされた力を持ち救いの術を見出すだろう。アッシュ、超振動で正気を中和できるって言ったらどうする？何を言っている。そんなことできるわけがないだろ。できるんだよ、ローレライの剣があれば。命と引き換えになるけど。ルーク、それはどういうこと？そんなの初めて聞いたよ。それで、お前が死んでくれるのか？あ、俺は…レプリカはいいな。簡単に死ぬって言えて。もちろん簡単ではないんだけれどもね。アクゼレスのこと、謝って済むならいくらでも謝る。俺が死んでアクゼレスが復活するんならちょっと怖いけど死ぬ。俺だって死にたくない。当然だな。俺もまだ死ぬのはごめんだ。待てよ。話は終わった。それに俺にはやることができたからな。俺は終わってない。あと10分、いや5分つけ。話せ。付き合ってやれよ、アッシュ。わかった。お、珍しい状況だ。戦闘とか多分結局ないんだろうけど、セーブできねえな。ファブレ家もいろいろ事情が複雑だよね。そうでもないさ。アッシュが意地張らずにこの屋敷に戻ってくれば万事解決なんだ。それであなたはどうするの？いるとかいらないって話になるならもううんざりだぜ。俺はまだどうするのかわかんねえけど。ダサ。アッシュのことどうこう言う前に自分自身の身の振り方ぐらいちゃんと決めたら。それはそう。同感だわ。自分の目的も定まらないで他人に何を強要しても無駄よ。ちぇ、なんで俺の周りの女はこう、みんなきついんだよ。仕方ないだろ、本当のことなんだから。うん、いや、しょうがねえ、まあ行こう。あ、でもあるじゃん。はい。
ちょっとなんか微妙に長くなっちゃったけども、今回ここまでにさせていただいてね。まあ、アッシュ連れて、ファブレ子爵に、あ、多分会いに行くんだよね。また次回やろう。あとは、その会議の結果がどうなっていくのかっていうところだよね。まだまだ複雑な状況は続くみたいです。はい、じゃあまあそんな感じでテイルズオブジアビス実況プレイのパート104、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。